はい、どうも、今は韓国で一番美味しい、カルビタンのお店の方に来ております。どんなものかというと、こんな感じですね。カルビタン、カルビタン、こういうもので、カルビに肉がついているものをカルビタンって言うんですけど、今日は結構美味しそうに思います。ここは、私も結構韓国に、結構長く住んでるんですけど、その中ででも結構一番美味しいようなところだと思います。でこの後今日は私の、お父さんみたいな、大先輩みたいな、社長の方と、オフィスの方に行っていろいろちょっとお話をしてみたいと思います。それではまず、食べてみたいと思います。こんな感じで、お昼の方はちょっとまだ前なんですけど、ちょっと人がたくさんいるような状況です。こちらの方の、場所はちょっとソウル市内からちょっと離れているところなんですけれども、あとここ来るときは注意しなきゃダメなのは、地下鉄で急行を乗ってしまうと、ここはもう全然止まらないんで、30分ぐらい時間をロスすると思いますので、乗るときはぜひ注意してこちらの方に来てみてください。こちらの方の細かい情報の方は、こちらの方に載せておきますので、よろしくお願いいたします。ソウル市内だよ。お願いいたします。なんかソウル市内って言ってますね。私にとってはこちらはカンナムから1時間以上かかっちゃったんで、ちょっとここは、ソウルじゃないっていうふうに認識してますが、代表の方はここは絶対にソウルだって言ってます。それではお願いいたします。絶対言わなくて。